皆さん、こんにちは。キャリアコンサルタント資格講座説明会を開始いたします。私はレック東京リーガルマインドキャリアコンサルタントか講師の西脇直子と申します。よろしくお願いいたします。はい。それでは、画面、ちょっと切り替えて進めていきたいと思います。こちらの資料でお話をしていきます。はい。今日の内容ですけれども、まずレック東京リーガルマインドについて、会社概要について簡単にお話をいたします。 その後、キャリアコンサルタントとは何か、どういう資格なのか、どんな仕事があるのか、そして活躍の舞台、実際にどのような活躍の舞台で皆さん活動しているのかというお話をしていきます。そして、キャリアコンサルタント国家試験の概要、レックキャリアコンサルタント養成講座はどんな講座なんだろうか、このあたりについてもお話をしていきます。 そして、皆さんが講座を終了されて、合格をした後のサポートについて、NPO 障害学習という団体で実施していますので、こちらもご紹介していきます。そして最後に、スケジュールと受講料のご案内、こんな内容で進めていきたいと思っています。では、まず、はじめに、このキャリアコンサルタント養成講座を実施する、REC 東京リーガルマインドについてご案内をしていきます。 レック東京リーガルマインドは、学ぶ、スキルアップ、働く、ライフキャリア、これらを一貫してサポートをする会社です。具体的にどのような事業をやっているかと言いますと、キャリアアップ事業、左上にありますけれども、ここですね。はい。ここでは、まさに、皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、資格のレック、合格のレック、様々な資格試験の対策講座を行っています。 はい。まあ、その他にもですね、大学院なども持っている、キャリアアップを行っている、キャリアコンサルタントの養成講座も、このキャリアアップ事業の中の一つの講座ということになります。それから下行きますと、保育、福祉関連というのも行っていまして、児童や子育ての支援、保育施設の支援などを行っています。そして、その下、 学び直しの支援ということでは、これ後でお話をいたしますけれども、皆さんが資格を取って、その後どう活躍していくか、ここをサポートする団体としまして、NPO 障害学習という法人があります。はい、右上いきます。公共事業と書かれていますけれども、これは観光庁からの委託を受けて行う事業のこと。公共事業本部という部隊がありまして、キャリア教育であったり、就職の支援などなど、 さまざま、様々ここではキャリアコンサルタントが関わるお仕事がたくさんあります。そして、一番下ですね、これ、ライフキャリア。レックの婚活と書いてありますが、まさに結婚相談所婚活事業、プロマリッジという名称でレックは行っています。このように、学ぶ、スキルアップ、働く、ライフキャリア。これが、すべて繋がって、一貫してサポートをする会社が、レック東京リーガルマインドということです。 では、キャリアコンサルタントとは、どういう資格なのか、仕事なのかについて、概要をお話ししていきます。まず、キャリアコンサルタントとは、キャリア相談のプロフェッショナルのことを言います。就職や転職、キャリアアップなどを支援し、自分らしく生きる、これをサポートする人材です。まさに人を支える、対人支援職、対人援助職と言えます。 そしてこのキャリアコンサルタントですけれども、えー、これまで2016年までは民間の資格だったんですけれども、国家資格へと変わりました。それによりまして資格に対する信頼度が大きく向上しています。すでに実務についている方も、プロとしての知識やスキルがあることを資格を通じて証明しやすくなったと言えます。で、このキャリアコンサルタントは、キャリア分野で活動する方にはもはや必須の資格と言えます。 また、すでにもう実務で相談業務などをやっているよという方も、相談者の方の安心感や信頼感を高める、そしてご自身の仕事を広げる、幅を広げる意味でも、非常に資格を持っていることが役に立つ。これがキャリアコンサルタントです。キャリアコンサルタントを取り巻く環境の変化についても簡単にお話をしていきます。まあ、時代の流れと,とともに大きな、あの、 出来事としてはバブルの崩壊ですとかリーマンショック、そしてまだ収まっていないコロナショック、ね、コロナ禍にまだなかなかあの完全収束という段階では今はないんですけれども、このような社会情勢がありましたと。そうした中で、2001年から見ていきますけれども、レック東京リーガルマインドのキャリアコンサルタント養成講座はもう2001年ですので今からもう21年、2年前から 講座をスタートさせています。そしてその1年後、2002年には厚生労働省が職業能力評価試験として指定をしまして、指定を受けた団体の講座を終了して合格した方々を標準レベルのキャリアコンサルタントという名称で呼ぶことになりました。その後、厚生労働省が2008年にキャリアコンサルタント10万人養成計画、 キャリアコンンサルタントをを10万人にままで増やそううという計画を出しましたこの頃、国家検定制度と言い,いまして、後でお話しいたしますが、国家試験の中でも検定制度を先にスタートさせています。そして2016年には、キャリアコンサルタントが国家資格化された。そして2020年のコロナショックを経て、今に至るということになります。直近の 社会環境の変化というところで見ていきますと、オンライン化デジタル化が急激に急速に今進んでいますね。そして、えー、政治、経済、働き方の変化も、これもコロナの影響も大変大きかったと思いますけれども、大きく変わっています。そして、価値観や生き方を考え直す方というのも、コロナ禍で大変多くいらっしゃいました。で、社会の要求としても、 自らキャリアを作る時代が到来したと言えます。自分のキャリアは他人任せ、会社任せではなく自分自身で作り上げていくものだという認識が広がり始めています。そして、リスキリングの促進ですね。まさに岸田総理大臣が今後5年間で1兆円の予算をつけてリスキリング、まあ、学び直しですよね。 これを推進していくというのを発表したばかりというのが、まあ、今の状況ということになっています、はい。では、キャリアコンサルタントの資格の体系を先に見ておきましょう。キャリアコンサルタントの資格というのは、このような段階を踏んでいくんですけれども、まず、キャリアコンサルタントの試験の合格前。 養成講座受講される方というのはこの段階にいらっしゃるということになりますね。で、キャリアコンサルタントの養成講座を終了して、国家試験に合格して登録すると、国家資格のキャリアコンサルタントが取得できる。キャリアコンサルタントと名乗れることになります。そして先ほど2008年から国家検定制度がスタートしましたと申し上げましたが、国家検定には 二級と一級があります。いずれも実務経験がある方々のスキルや知識などを測る。これがあの国家検定なんですけれども、二級、一級というふうになっていまして、一級が一番レベルが高い資格となります。で、現在この一級の合格者の方というのは、2022年の3月、試験が1年に1回なので、ほぼ1年前の 統計になりますけれども、合格者563人。全国でたったの563人しか1級持っている方はいないということになります。そして、2級の、2級のですね、こちらですね。2級持ってらっしゃる方、合格者は1920人。これが2022年9月のデータですけれども、1920人ということになっています。はい。そして、先ほど、 厚生労働省がキャリアコンサルタント10万人養成計画を発表していますというふうに申し上げました。現時点でキャリアコンサルタントを登録している人数は64,153名です。これが2022年11月末のデータです。2024年度末まで、つまり2025年の3月末までに10万人に増やしたいというのが 厚生労働省のキャリアコンサルタントの養成計画ということになります。はい。ここまで、レックキャリアコンサルタント養成講座を実施しているレック、東京リーガルマインドについて、それからキャリアコンサルタントについてお話を進めてきました。